んにちは、マリボーです。今日は何の動画かというと、この前ねお伝えしてた通り、引っ越し先をね探してたんですけど、ついに引っ越し先が決まりました。結構ね時間かかったけど、やっと見つかってすごいホッとしてるんですけど、はい。で今日はね、その引っ越し先が決まったということで、どんどんね断捨離を最近やってるんですけど、その中でねちょっと調べてて、私がこうやりたいなと思ったことがあって、それがですね、コンサイメントって言って寄付をね採取したいなと思ってたんですね。それで調べていたら、コンサイメントっていうのが方法があるんですけど、はい、着なくなった服とかを持っていくんですね。でそこでそこのお店で売るんですけど、そのもし売れたら自分のね、アカウントみたいなのを作って、そこにねお金が入ってきてチェックにしてもらえるっていうねのがあって、ストアクレジットみたいな感じでそのお店で買い物ができたりするよっていうのが書いてあったので、それいいなと思ってちょっとねやろうと思って、今ねちょっと洋服とかを選ぼうとしているところです。で、せっかくねどうせねまだ着れるものだし、せっかくなら誰かに着てもらいたいなと思ったので、はい、ちょっとそれをねやりたいなと思ってやってるんですけど、はい、その洋服とかちゃんと洗ってきれいにしなきゃいけないって書いてあったのと、あとは2年前、その2年前までのもの、それより古いものは受け付けませんみたいな、2年以内に買ったものって書いてあったので、はい、それで選んでいこうと思います。でもちろんなんか新品とかはウェルカムって書いてあったんですけど、古くても売れそうなものは受け取ってもらって、でもし売れなかった場合は、なんか6ヶ月後にもし売れなかったら、それはもう寄付の団体にあげますみたいな感じだったので、なんかいいかなと思って、ちょっとでもねお金になる可能性があるならいいかなと思ったので、ちょっとね今から、はい、早速選んでいきたいと思います。 OK、 すごいめちゃくちゃフェッションにした。はい、ということで洋服をね選んだんですけど、めちゃくちゃあります。このなんか春の服を持っていけるみたいので、これまずこのカーディガンの上着とかな、この羽織、これはねなんかトレンチコートなんですけど、一回も着てなくて、値段もこれついてます。このオーバーオール、これもラルフローレン、ポロのやつかな、ポロのラルフローレンのドレスっていうか、ワンピースとかも着ないかな。2万円くらい、安くなってて2万円くらいだったけど、もう着ません。こういうなんかジャケット系、なんか夏の服は結構まだダメみたいなので、これとかなんか羽織とか、これ懐かしいな、ジュエティのこのパンツ、これもねもう着ないかな。これもね、そっかな、これも一回着てないんだけどね、多分着ない、ちょっと思ったより大きかったから、サイズがベルトして着るんですけど、多分なんか私は着ない気がするので、この機会に誰かに着てもらおうと思います。このジャケットとか、デニムのジャケットね、デニム、白、これ夏かな、これ一回だけ着たんだけどね、なんか多分着ない気がするので、これもねめちゃくちゃ可愛かったけど、ちょっとねもう短いからワンピも出しちゃおう、これも出しちゃおうかな、めっちゃ好きだけどね、そうだ、これも一応持ってってみるか、夏だけど。How's your decluttering, baby? Ah, it's good. Decluttering. はい、これが彼がなんていう寄付というかね持っていく分です。めちゃくちゃ重そう。私のと違っていいやつなので、多分買ってくれると思います。はーい。すごい、こんなにある。ちょっと今から整理します。はい、洗ってこれねもう全部詰めました。使ってないやつとかもあるんですけど、はい、
これね、2つ目ね、伝わるかな、すごい大きいんですよね。はい、これを持って明日ね、ついに行ってきます。予約を取ったので。はい、ミッキー。おお、ナイス。I love that. おお、うん。Not yet. This is Japanese brand. Let's see it.It's called Emora. Japanese brand. It's pretty nice. $3, not bad. When does it come? Do you know the date? Does it have? January 6th. Some of the signs, I don't know if it includes every clothes then. It should be within 2 years, so it must be pretty new. Yeah. It's kind of cute. I'm cheap. ということで、もうね、全然違う日にあのエンディングをね、撮り忘れてたことに気づいて撮ってるんですけども、新しいところに引っ越してきちゃったんですけど、はい、どんな感じだったかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。はい、まずね、そのコンサイメントに持って行った日なんですけど、その今ね、COVIDがあるので、はい、コロナの影響でその時間を区切ってあるんですね。何時から何時の間に持ってきてくださいみたいな、その鉢合わせしないようにね、他の人と。で、その待ち合わせにはまあ5分なんて遅れないように来てくださいねって書いてあって、その10分15分ぐらいで区切ってしてあったので、私は1時に持っていくようにして行ったんですけど、その持って行ったらすぐに、あの初めてだったので、そのアカウントを作るって言われたので、名前とか電話番号とかの確認をして、その後に15分ぐらいで終わるから、あの15分ぐらいしたらまた帰ってきてって言われたのでね、はい、その時にあの先ほどね、見せたようなあのお店がね、すごい素敵なお店があったので、そこでね、コンサイメントにね、持って行ったにもかかわらず新しい服をね、買っちまうっていうねことをしちゃったんですけど、まあね、まあ使えるので、はい、まあいいかと思ってるんですけど、はい、そんなコーナーであのね、時間を潰して戻ったら、そうね、そこで撮ってくれる服をあの教えてくれるんですね。で、私がもう15分、まあ、20分ぐらいスタート戻ったら、もう値札もつけられてて、こんぐらいの値段で売るからねって言われて、はい、説明されました。で、私がね、持って行ったのが26着ぐらい確か持って行ったんですよね、全部で。で、そしたらあの撮ってくれるのが8個9個ぐらいだったんですよね。なので、もうほとんどの服を持って帰ることになりました。で、その全部が全部取ってくれるわけじゃなくて、その、まあ、向こうで売れそうなものだったりとか、まあ私が持ってた服は結構日本の服とかも多かったんですよね。日本のブランドとかだとあんまりこっちで知られてないので、取ってくれないのが多かったりだとかね、なんかそういうのがあったんですけど、まあ、もう取ってくれたやつとしては、トミー・フィルフィガーのトミー・ジーンズとかのなんか T シャツ、ドレスみたいなやつだったりとか、エニーちゃんっていうね、あのバンクーバーのブランドだったりとか、そのカナダ系のブランドとか結構取ってくれるんですよね。ブラスも
ホームプラスっていうねのもあって、なんかいろいろね、そのバンクーバーのブランドだったり、まあ、アメリカとかよく知られてるブランドとかだったら撮ってくれたのが多かったです、どっちかというと。はい、そんな感じで撮ってくれたのが少なかったので、その後ね大きい荷物を持っていくことになったので、ちょっと置いとかせてって言われてね、言ってね置いといてもらったんですけど、あのショッピングしてる間にね。はい、ということでそんな感じで、はい、15分ぐらいでちゃちゃっと終わって、あの値段もつけてくれて終わりっていう感じでした。で、売り上げがねどのぐらいもらえるかというと、その例えば、この服を、例えばこれを20ドルで売るとします。で、あの割合が決まってて、すみません、ちょっとねはっきり覚えてないんですけど、確か半分ぐらいの割合だったんですよね。例えばあのもし自分が現金で欲しいってなった時はチェックにしてくれるんですよね。はい、あのもし現金みたいなチェックでもらいたいってなった時は、その確か半分半分か 40%60% だったんですよね。現金でもらう時のなんか自分に 40% 来て 60% がお店が取っていくみたいな感じだったのかな。なのでそっちの方がちょっと割合が少ないんですけど、もしお店でそこのねやってる、私が紹介、あのちょっとねそのさっき見てもらった動画みたいな、はい、お店があるんですけど、そこでそのストアクレジットとしてそのお店内でショッピングすると、それの割合がちょっと増えるんですよね。 10% 多くなるかなんか、確か 50% になるだったかだったんですね。そのパーセンテージがちょっと確かではないんですけど、そのお店で使う方が現金にねこうやってあのチェックとかにしてもらうよりは、あのね、金額というかそのお得に買い物はできるっていう感じでした。なのでもしそこのお店で買い物とかしたいのであれば、そこで使った方がお得になるので、はい、まあ、もし現金だけ欲しいっていうことだったら、その現金でねあのチェックにしてもらえるのかな、はい、言ったらいつでもしてくれるそうなので、はい、いいあのすごいいいシステムだなと思いました。はい、でそのウェブサイトには50ドルいかないとチェックにできないって書いてあったんですよね。だからその50ドルいかないとできないんだよねって聞いたら、今はあの本当にCOVIDの影響でその、まあ、いくらでもそのチェック書いて渡せるよ、いつでもって言われて、なのでそういう風にね気軽に聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、で登録の仕方もすごい簡単で、その名前と電話番号とか E メールアドレスとかを伝えて、はい、その後に送られてきたメールにそのなんていう、そこからねログインして、そのリンクがね送られてくるんですよね、 E メールに。でその、まあ、全部教えてくれるんですけど、送られてきたメールに自分のサインだけして、もう契約書みたいになる感じなので、すごい簡単でした。はい、でその後はねまだそのお店行ってないので、売れたかどうか分かんないんですけど、分かるのかな、ちょっとまだ見てみてないんですけど、まあ、全然その急ぎとかじゃないので、はい、その時確認しようかなと思います。であとはそのもし例えば私が持ってった服が売れなかったとしますよね。でその後に引き取りたいか、ドネーションでそのなんて寄付したいのか、どっちかが選べるんです。その時にね、あの持ってった時に決めなきゃいけないんですけど、私はもう自分の元にも置いときたくなかったし、もう来てもらうなら誰かに来てもらいたいという感じだったので寄付する形にしました。でもどっちでも選べるので、自分のお好きな方を選んで持ってってみてください。はい、ということでね、はい、あのなんていうのかな、コンサインメントってなんていう なんか質屋みたいな感じですね、日本でいう。その置いといてもらって置いといてもらってその、ね、預けて、もし売れたらお金が入ってくるし、売れなかったらまあねお金入ってこないんですけど、まあそのねシーズンシーズンでそのね着なくなる服もいっぱいあると思うので、はい、その今私が持ってた時 あの募集してたのは春かな、ちょっと薄着だったりとか T シャツだったりとかなんか薄めの生地だったので、はい、ちょうどね引っ越し前にあの、まあ、ちょっとですけど減らせたのは良かったなと思ってます。でね、この次に出る動画があるんですけど、そこではそのコンサイメントじゃなくて本格的に寄付のねお店にちょっと洋服持っていったので、はい、そちらもぜひチェックしてみてください。すぐ出します、すぐ出しますので、はい、ぜひ見てください。はい、ということでバンクーバーにあるコンサイメントのお店をちょっと今日は紹介しました。動画が好きだった人はいいねとチャンネル登録もぜひお願いします。はい、ということでまたすぐお会いしましょう。バイバーイ。